はい、じゃあ次のパートやっていきたいと思います。デスマウンテン、デスマウンテンにしよう。デスマウンテンやっていきたいと思います。で、あのインパのレベルをねちょっと上げておきましたので、インパでやっていきます。で、ダイゴロン共産強化っていうやつをね、ちょっとこれ合成したんでこれ使っていきます。インパはハイラル兵を率いて異次元世界の一つに足を踏み入れました。そこには現実のハイラルとは似て非なる風景が広がっていました。やがてインパはこの地が神話に語られる時のオカリナの世界であることに気づきます。この地のどこかにあるはずの転生の扉を閉じなければ、デスマウンテンに悪しき気配を感じたインパはそこから捜索を始めることにしました。そして彼女の後ろにはまだ多くの謎を抱えているシークの姿も。はい、神話の大地へインパとシークルートですね。じゃあやっていこう。おい、リンクやラナと行けばよいもの、なぜわざわざ私と共に来た。どうも怪しい。お前はシーカー族の生き残りだという。ならば族長の名前を知っていような。インパだろ。そうだ。そしてシークなる者は我が一族におらぬ。お前は何者だ。一体何を企んで。お願い、ルト姫を助けて。ルト姫。ルト、ゾーラの里の姫君だね。ルト姫はゴロン族にさらわれたの。ゴロン族のダルニアは陽気ないい人だったのに、ゼルダっていう人に会ったら急に気性が荒くなって。ゼルダ、ゼルダ様がこの世界に。とにかく行って確かめよう。あれあれ、王女のことは気になるが、まずはルト姫を救出しよう。あれ、あ、完全に違ってた。シークが何やなって思ってた違うんだな、くそー。そうか、まあいいや、行こうあ、こっちじゃない。あ、コメントくださった方ありがとうございました。なんだっけ、最近あったいいこといつでも募集してます。いつでも最新の動画のコメントに書いていただけると読みやすいと思います。ゴロン軍味方本拠地へ落石攻撃開始。嘘でしょなんで、敵がゴロンなの。うわー。で、これは時のオカリナのあれなんですね、デスマウンテンって書いてありますよね。西の落石砦と東の落石砦を制圧せよ。そんなバカな。ちょ、行こう。どうやって行くのこれ進軍開始。ちょっと待ってどうしちゃったのゴロン族。ゼルダって人に会ってから急に。こっちか、遠回りするのね。で、なんかいろいろ攻略のアドバイスとかいただいたんですけど、全然こうやってみ、実際やってみると実践できていないっていう。でね、このマテリアル、素材拾った方がいいですよって確か書いてあったと思うんで、そう、全然拾ってなかったんですよねなのでね、ちょっとずつ拾っていこうと思います。シークは、シークじゃない、インパはね、強いけど操作がすごく難しく感じるんですよね。コーン
隊長撃破、なんかすごい切ないぞ。やだやだぞ味方同士でなんか戦ってるみたいですごい嫌ですね。まあ多分あの分岐シナリオなんで多分短くそんなに長くはないんじゃないかと思うんですよね、これ。で弓に変えて、よしよしよし、 OK、 進むぜ。おお、いっぱいいるいっぱいいる。これば、うわ、これ爆弾でどうにかできたりするのかな。ちょっとどうどう、あ、ダメっぽいね。避けながら行かなきゃダメか。ダメね、まあ、この辺ちょっとスルーでいいんじゃないかな。さあここ制圧して、あの真ん中の下のところ、あ、あ、何、本拠地の陥落に注意せよ。またか、結構きついよね本拠地狙われるとすごい焦るんだよな。この辺はちょっとサクサク倒していきたいところなんですが、それでボスどこだ。おう、あ、宝箱、なんだろう、あ、あ、あ、落石発生。ティッティッティッティー、あ、また武器ですか。封印された武器を手に入れた。まあ何が出たのかは後で分かると思うんですが、さて、ここは制圧したから西の落石砦を制圧せよ。行くぜ。この真ん中のピコピコ光ってるのは何？すごいいっぱい来てるから危ないよってこと？あ、ここも拠点兵長がいたんだ。そこやっちゃおう。すげえいっぱいいるなー。すげえ。拠点兵長やっつけちゃおう。で、なんか、あの、砦は通り道のところだけ制圧すればいいみたいなことも、あの、コメントいただいたんで。ちょっとね、あんまり戻らずに行きたいなと思うんですが、おつその勢いのままさらに進めばいい。なんだ、ちょっとシーク偉そうだぞ。あ、こっちじゃない、こっちじゃない、あの光ってるところ、ええここだね。前回のパート全然地図読めてなかったんでおお、地図も読めるようになりたいな押されてるぞ。あ、やばいのか拠点がちょっとゴロン族多かったですよね。ここもさっさと制圧して、ちょっと、あ、トイレボスいたよし、素材も取っていこう、ちゃんと。で、落石攻撃停止と、ミッション成功。あれれ、地図地図、こっちこっち、これで本拠地はまず大丈夫だろう。本当大丈夫なのこれ。おお、族長の部屋の前に出現。あ、ダルニアさん、この人知ってるわ時岡もね、あの、個人的にやったことがあります。なので、まあ、なんとなくわかるんですけど、撃破しに行くか。もうこのシナリオはパパーっとクリアしちゃいたいんですが、ここはもうすぐ行けないんだね。じゃあちょっと遠回りしていきますか。押されている。ゴロン隊長、あ、ハイラル隊長頑張っている。ボタンの操作も未だに分かってないところがありますわ。ゴロンかわいいのにな戦いたくないなあんまり傷つけたくないな。遠回りしてるけどいいんだよね、きっと。
で全然制圧ができていないけど、あのピコピコ鳴ってるとこは、あ、移動してる隊長が。あ、やべえ、間違えた。戻れ戻れ。そうだよね、きっと。あ、まっすぐはいけない。あそこの多分ダルニアが拠点に向かってるんじゃない。ほら本拠地だ、本拠地。あのピコピコ鳴ってるところにダルニアがいるはず。いたよし、やっつけよう。あーやばい、本拠地に着いてしまった。もうなんでこんなことになったんだろう。いい、あ、やべえなこれ。ゼルダと会ったら急に温厚なゴロン族が凶暴化したと。ゴロン族の族長ダルニア、なんでかな、本物のゼルダなのかな。あ、っていうことですよね。それもどうなんだろう、本物のゼルダだとしたらちょっとよくわからないな。今後どうストーリーが進んでいくのか謎ですね。読めない。あれ硬いな。なんか顔白いけど、どうした。あれ Z 注目が切れちゃう。ボタン押しちゃってんの。あ、なんかあれだね、シークじゃない、インパの攻撃が氷なのかな。水だと思ってたけど、うわ、そんな攻撃できるんだ。あとね、必殺技をすぐ溜まるから使ってもいいって書いてあったんですけど、忘れちゃうんですよね。そう、使うの忘れちゃうの。使いたいんですけどね。そっか、これまた遠回りしなきゃいけないのか。まあ、増援？やめて。結構厳しいぞこれ。分岐してるんで、こう多分味方も少ないんですよね。ゴロン隊長を撃破しろと。ゴロン隊長4箇所にいる。あ、これデクババがつけたら何、あそこ開かないんかい。ここなんかあれだよね、こう貫通させたい、ね、みーちゃん。さっさと陥落すればあそこ開くのかな。陥落じゃねえ、制圧。ここはでも敵がすごく少ないけど、作戦所でスタラチュラーも、あ、やっぱり開いた。通り道になかったら無理して探しに行かなくてもいいってコメントいただいたので、無理にね探しに行くのはやめようかなって思ってます。よし、さてと。あ、でもね、ストラッチは近いですよね、多分。これ近いんじゃないかな。でもいっか、行かなくていいか。西の落石トイレ陥落寸前。あれ、守りが弱いなー。っていうかね、ゴロンの数があまりにも多すぎてやばいんですけど、押されまくり。あ、矢印出てんだけど、雲の音がするけど、わかんないな。いいか、雲いいか、わかんねえし。だってこんなね、ごちゃごちゃするところで探すのすごい大変でしょ。さて、ここのゴロン隊長倒していこう。
早く落石取りで、ああそっか、ああそっか、そういうことか、やべえ、あここだね、ここは再度制圧せよ。そっか、陥落しちゃってんだ。どうよ、制圧しましたか。よし先進もう。わあ全然なんかもう行ったり来たりだな、全然先進めてない気がする。うわここもやったらドローンが多い、強い。あのねインパの攻撃も強化しておいたので攻撃パターンが増えましたね。スタルチラ逃走、もうそんなの関係ない。あやべ戻ってきちゃった、意味ないじゃん、隊長倒さなきゃいけないんでしょ。どこ、地図地図地図、こっちか。どこにいんだろう、わかんないな全然。でねちょっと今日マイクがちょっと遠いので声小さいかなちょっと心配なんですよね。あーここ陥落寸前だったね、危ね。で隊長はどこにいるんだろう、隊長がいるところを探さなきゃいけないかな。嘘力が湧いてきた、再度出現、よし行くか。あ何回復すんの勘弁せよ。あしかも西に向かっている、今東にいるんですけど、これではキリがない。そうだよねキリがないよね、どうしたらいいんだろう。本拠地の中に、あなるほどね、本拠地ちょっと見に行ってきますか。ゴロン族って何で回復するんだろう、曰くって回復とかかな、違う曰くって回復はないか。よし穴取りで防衛してくれないか。どれどれどれ、西、あーあっち、マジか、どこまで戻らなきゃいけないの。ゴロン隊長シークの到達まで西の落石トイレ、うわ嘘、ちょっと待ってよ、やること多すぎるってお、お宝、お宝、てて、あ、やった、ハートのかけらを手に入れた、4つ集まればハートが1つ増えるぞ、よし、いやー嬉しい。さあ西のねシークが向かうまで守れって言ってましたね。さてとどうやって行ったらいいかな、ここはまだ意味ないか、とりあえず向かいますか。ゴロン軍と交戦開始、うーわーなんかどんどん先に進んでるんですけど、どうしたらいいかなここか、シークを援護せよ。どこから入れるんだ、あれあれ、あここね、うわダルニアいた、ここ西の落石砦を防衛せよ、だからここだよね。ダルニアさん、ダルニアを放っておくと厄介だ。でもこれ多分戻っちゃうよねすぐ。あ、必殺使おう、ダルニアを撃破せよ。おおおおうわ強い、全然なんか必殺技のタイミングがつかめないけど、おおあれ全然攻撃効いてなくないですか。あ効いた効いた、よし、で一度引き上げてまだ戻ってくるんでしょ。一時撤退、この間に撤退してる間にこう進まないといけないんだろうな。あシークがいる、あこの
この相手はできないよ、一人じゃ多すぎる。よし、さてここを、あ、シークが到達するまで守んなきゃいけないんだ。で、シークがこの近くにいましたよね。あ、いた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 。シークを護衛せよと。まあ多分インパからしたらすごく不本意なんでしょうけどね。ミッション成功。うん。で、どうしたらいいの？準備はいいな。作戦を始めよう。何の作戦だろう？聞いてないよ。あ、落石攻撃するんだ、こっちから。おおお。落石の直撃により破壊。南の部屋が破壊されたと。あ、これはやる気がみなぎってる。低下してる。極上岩ステーキ。あ、やっぱ岩食って回復してたんだ。なるほどね。やっぱそうね。そうですよね。ゴロン族岩大好きだもんね。よしよし、これで。あ、全軍味方本拠地に。うわ、マジで。ちょっと厳しんでないの？ナルミアを撃破せよ。いや、これね、あ、ボム宙がいる。やべえ、工作兵もいる。あ、こいつやっつけなきゃダメじゃない？危ねえ、ここに来てよかったんじゃない？逆に。だってほら、ボム宙止めろっつってるでしょ。どこにある？あ、いてててててて、てもうちょうどよかった、ちょうどよかった。オッケー、よしよしよし。いや、順調だよ、すごい順調だよこれ。え、まだいいの？なんだよ、どんだけボム宙いいんだよ。待って、あ、ボム宙操ってるやつがいるのね。わかった、そいつをちょっと先にやった方がいいな。あれ、でも工作兵やっつけたよね。そうか、まだいっぱいいるの。あ、いたいたいた、こいつか。こいつをやっつけなきゃいけないな。さて、いや、それよりもダルニアでしょ。え、陥落の危機やばくない？いや、でもね、先にこいつやっつけないとダメだと思う。魔女の一味、ゴロン族操ってんのは彼だと思う。本当？なんかいる。ビッグボー。あれ、ビッグボー倒さなきゃダメ。待って、これ必殺技使う。必殺技を使うことを意識する。せっかくねコメントいただいたのに全然実践できなくて、なかなかね、うまくいかないな。必殺とどめじゃ。どうじゃ。あれ、生きてるよ。生きてるよ。よし、ミッション成功。ダルニアの撃破に成功。おっしゃ、降参、降参だ。ころ暴れてごめんな、俺たちどうかしてた。ごろ、魔女に操られてたんだ。ルト姫を解放してくれないか。ああ、いいと思う。あの娘にも悪いことした。ごろ、どこにいるんだ。あ、そっか、ゾーラか。正気に戻り、ルトを解放。うん、散々な目にあったゾーラ。わらわがゾーラのプリンセスルトじゃ。あ、そうだ、いたね、ルト姫って。忘れてた。でもゼルダについて聞きたいとな。よかろう、あれは数日前のことじゃ。勝利。あ、やっぱり分岐のシナリオは結構短いですね。かっこいいな。はい、はあ、クリアタイム18分。
ざもの大ゴロンを手に入れた。ゴロン族の技術で作られた切れ味抜群の太刀、とっても重い特殊攻撃で敵との間合いを瞬時に詰められる。うん、あ、結構強いんじゃない？時の杖、ほうほうほう、いろいろ出ましたね。ダルニアでプレイ可能になりました。マジックハンマーを手に入れた。兄貴専用特製ハンマー、特殊攻撃で敵を巻き込みながら猛突進、突進中に強攻撃ボタンで追加攻撃、敵に当たらずに突進し続けると。何なんだろう。チュートリアルに人物紹介ダルニアが追加されました。チュートリアルに人物紹介ルートが追加されました。はい、というわけで結構どうだろう、サクッといけたのかなわからないけど、まあ今回はこの辺にしたいと思います。はい、また次回よろしくお願いします。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。それでは、みとくでした。